私は自分のことを汚れと呼ぶことにした。松尾鈴木の傑作ミュージカル綺麗神様と待ち合わせした女、2000年の初演以来、主人公汚れとともに時代を超えて成長し続けてきた綺麗、その3度目の上演である2014年バージョン待望の復活上映です。綺麗神様と待ち合わせした女。